今日はあの久しぶりに路上ライブ、定期的にやっぱりこの路上ライブやって、やっぱその認知度チェックっていうか、その世界の人たちが今こうやって 見れば分かるんだけど、まあ、アジア系も多いんだけど世界の人が多くて、ここでライブやることによって止まる人がいるんだよね。でその人たちがどこの国の人たちなのかなってこう見ることによって、自分がどこの国で広がっているとかっていうのが結構分かったりするんだよね。だからたまにこうやってね、もう完全なるゲリラで告知なし、だから全く誰も止まらないこともあるし、まあ、やってすげえぐわーってなるときもあるし、まあ、それはね日によってなんだけど、まあ、たまにねこういうのはね大事なんだよね。やっぱ俺の原点ここだから、ストリートだから。じゃあやりますか。ね、俺どっかの埼玉県のどっかの駅行ってゲリラでやったわけよ。その時は0人だったの。あ、でも来てくれた、 3,4 人ぐらい来てくれたけど、見てる人が来てくれたのに 50m 先ぐらいから見てるから、ここの空間は誰もいないみたいな。もう体育館で一人で歌ってるような感じだった。でそれはそれですげえ良かったんだよね、そういう時にこそしかできない自分のなんかライブの感覚があってね。ブーツはやめろ、ありがとうございます。やばいっすね、あの歌は。ありがとうございます。親に金あげろがマジパンチライン。ありがとう。今、今日からライブしますからね。あ、マジですか。ライブしますよ。どこでやるんですか。ここで。こんなのめったにないですからね。見よう、はい。普段だったら1万払っても見れないからね、今ね、自分で言うなって話かもしれないけど言っちゃうから。まあ、場合によってはね、クラブとかのね、ああいう 2,3,000円のチケットの時でもライブもありますからね。その時はそれで、時と場合によってはね。Like, so share. I like, so share. You're a good boo to a good boo. 締めサバ食べたらガリ、生アジ食べたらガリ、アレジの効いてるだし、世界の人々食べて日本の寿司で微笑む、寿司で国がつながり合う、寿司で今のスタイル大事な宝、綺麗な海あっての寿司、目で楽しむ舌で楽しむ。 It's time! Yeah! 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 Good! Bits! 中華の Bits! 課題上位の Bits!今日もこのゲスト中華のベンツ、話題のコンベンツ、みんな振り向くヤバめのセンス、俺は変わってね、日本で浮いてね、街で切ってね、キャラに染まってく、繰り返す題名、名前は勝利解明、走る金閣寺、さらに食うグリーンカレーインパクチー。たまにこうやってね、皆さんの前にね、お披露目するのもありかなと。じゃあちょっと時間的にね、あの警察来たらおしまいなんで、あと1曲で終わります。じゃああと1曲何聞きたいですか、みんな。薬物やめろ。薬物やめろ。 OK、 じゃあ薬物やめにしようか。薬物はやめろ、薬物はやめろ。ステップドラッグ、ヘイヘイソヘイソクイナクイナヘイ、薬ブーツはやめろ、薬ブーツはやめろ。ほらほらほら、ちょっとあれだね、知ってるみんな、薬ブーツはやめろ、なんとパート2作っちゃいました。ってことで披露しちゃってもいいかな、世界向けですよ。OK、 動画自由にアップしていいからね、みんな。 OK、 じゃあ薬物はやめろパート2、 Let's go。 新しくなって薬物はやめろ、帰ってきたよ。ストックプリ
インプラス東急プラスリム海に届くリム海に届く約フルーツはやめろ約フルーツはやめよ残すのストローゲスとや教える約フルーツはやめろ約フルーツはやめよ約フルーツの酒も他にかにかけろ親にかにあけろストップコケミューセー昼間の山、神の水、こまめに飲んでる神の水誘惑、逆の人、自分に負けちゃって人生一回、超な力を、マジの裏に吸うちゃって鳴らされんな、進むライトも断られ一瞬の過ちが一生送りませよ目を覚ませ、今目を覚ませ目を覚ませ、今目を覚ませ未来作る、今の姿今目を覚ませストップトゥイートワースドキュートワースリム海に届くリム海に届く約フルーツはやめろ約フルーツはダメよ残しますストローゲスブヤオシール再犯率は高すぎやめるのは難しいデータから滲み出る現実は厳しいだからこそ環境から全てを変えるべき社会復帰できる施設もっと日本作るべきすぐまた出てきた人にもチャンスを与えるべき実地時間は戻らない過去は過去は変えられない薬物手を染めんじゃねえ自分に打ち勝て過去に戻るんじゃねえ未来は変えられる今からでもやり直せ目を覚ませ今目を覚ませ失望や目を覚ませ今目を覚ませ未来作る今の姿今目を覚ませ Stop to eat twice Don't do twice 任務会に届け任務会に届け薬物はやめろ薬物はダメよ残すまストローゲス不要シーデー今ならまだまだ間に合う負けてない薬物の人生後悔したけど心も体も全てを失う信用なくなる今すぐやめろ手を出すんだった今すぐ攻撃聞けよ強い意志を持って薬物出していけよ刺激が欲しくても薬物はやめろ寂しい夜でも薬物はダメよ孤独な時こそ手に向かって叫ぼう薬物はやめろありがとうということで今日久しぶりに路上ライブやったけどなんかやっぱこれもう告知なし一切告知なしだけどやっぱ日本は薬物はやめの流した瞬間にやっぱすごいみんな止まるなっていうのはやっぱそれはもういつも通りでもなんかゴールドベンツの曲のリクエストがすげえゴールドベンツぐらいから一気に引きがあったからもちろんアイライク寿司とかも、まあ、ライブ一発目のアイライク寿司だったからみんなねちょっとこう知ってるんだけど立ち止まるしなかったけどゴールドベンツで一気に人が止まったから、まあ、そういう意味では片落ちゴールドベンツもすげえ広がってきてるなっていうのはねはい、ということで、今ね、さっきライブ終わって、で、今動画エディット編集して、
で一通りね今日の動画、ショーのライフの動画ねアップするためにね編集終わったんだけど、あの感覚的には今日ライブして、全曲可能性あるなと思ってるね。もうほんとここ数年出してる曲は全曲可能性しかないと思う。だからまあいろんな場所でねこれからもライブしようかなと思う。でまあ本当にね地方とかもね毎週のようにライブ呼んでいただいてて今本当にありがたいんですけど、ショーをねブッキングしたい人はねあの G メールありますんで、show.s.time.booking@gmail.com、 まあそちら前に連絡いただければ、まあなるべくねあの折り合いつかない時もあるけど、なるべくあの折り合いのつくところでねいろんなところライブ行ってるんで、はい。であとはそうだな、あのショーのねファンクラブもありまして、ショーのファンクラブも、ページがね新しいそのサイトに立ち上がってから、1年半ぐらい、まあそれ前までのファンクラブは5年間ぐらいやってたんだけど、そこの、メインのねサイトが、引っ越しをして今新しいサイトになってやってるんだけど、まあ意外とねブログなんかも更新しやすかったりとか、結構携帯でねアップロードしやすいんで、まあそういう意味でね今の新しいファンクラブはより自分も SNS をやるような感覚で更新できてるし、あとはまあファンクラブ限定のブログ、ファンクラブ限定のライブ配信、動画、写真で、ファンクラブ限定イベントとかもやってたりとかしてて、でこの前ね花見なんかもねあのファンクラブ限定でやってきました。まあ2回目だね。で結構みんな集まっていただいてありがとうございます。でまあバーベキューなんかもねファンクラブの限定の皆様とあの考えたりしてますんで、まあファンクラブ入っていただいてる人はそういう企画なんかもねあの考えてるんで楽しみにしててください。はい。ということでまたねちょっとまあストリート以外でも俺の方でどっか場所を借りてねあのライブの企画なんかもね今後考えていこうと思ってるんで、そちらの方もねまた決まったら皆様にねご連絡しようと思います、このショーのライフでも。はい。ということでまあ感覚的には今日久しぶりの路上ライブやって、そうだなまあ全世界にやっぱたまたま日本に旅行来てる人たちとか、たまたまショーのライブたまたまやってんじゃんって言って立ち足を止める人たちが結構多かったから、で最後写真撮ってる時に Where I'm from って確認したんだけど、やっぱりいろんなね、それこそ台湾だったりとか韓国だったりとか、アメリカだったりヨーロッパだったりとか、本当だから全世界でね旅行に来てる人たちが足を止めてくれてる感覚があったんで、うん、確実にね少しずつだけど世界にね浸透してきてるんじゃないかなっていう実感がつかめる今日の路上ライブでした。 It's time!